表参道駅付近から原宿駅付近にかけての沿道で今、表参道イルミネーション2021が行われています。表参道の冬の風物詩となっているこのイルミネーション、人々の幸せを願って感謝と希望の明かりを心に灯すことを今年のテーマとしています。昨年は新型コロナの影響で植栽帯のみのライトアップでしたが、今年は2年ぶりに表参道のシンボルであるおよそ150本の欅並木にイルミネーションが灯されました。神宮橋交差点から表参道交差点までのおよそ1キロの区間を温かみのあるシャンパンゴールドの光が彩り、通りを華やかに盛り上げています。植栽帯から欅の細い梢までおよそ90万球の LED が張り巡らされ、見渡す限りの幻想的な光景を生んでいます。表参道イルミネーション2021は欅並木の点灯が12月26日まで、その後植栽帯のみ来年1月5日まで点灯を行う予定です。詳しくは表参道イルミネーションのホームページをご覧ください。